お、マジかよ、おい。お、マジかよ。え、ここでですか？ここで、本当に。レギュラーシーズン残り30試合を切って、優勝に向けてね、どんどん勝っていかないといけないという中で、ロッテファンにとって、超マイナスとなるニュースが届きました。まあ、今日ね、仕事現場終わりにね、ツイッターをパッて見たわけですよ、ツイッターをね。でね、まあ、トレンド見たら、まあ、マーティンっていうワードがね、トレンド入りしてたわけですよ。まあ、ロッテファンとしてね、当然気になるじゃないですか。で、パッて見たら、登録抹消。先日も登録抹消ありましたが、あれは特例2021っていうことで、ならいいや。3日4日したら戻ってくんだろうなっていう感じで、まあ、軽く見てました。え、今回、右足骨折です。え、ついにロッテも出てしまいましたね。今年のパリーグはね、本当に主力選手が、怪我してしまっているよね。まあ、ソフトバンクで言ったグラシアル選手とか、モイネロ選手、森選手と。で、楽天も、もう抑えの松井裕樹投手。そしてオリックスも現在吉田正尚選手が、1軍は離れていると。まあ、ロッテだけね、主力が生き残っているっていう状況で、ついに出てしまいました。しかも、現在、チームでホームランを一番打っている、マーティン選手が、登録抹消ということになりました。マジでここでかよー。もう、まあね、日本ハム戦ね、19日か、自打球当てて、まあその翌日も、チーム練習に参加することもなく、試合に出ることもありませんでした。これ絶対なんかあるな、ということは察していたんですが、まさかの骨折っていうね、まあ骨折ということなんで、まあ今シーズンのレギュラーシーズンに戻ってくることはまあ厳しいでしょう。だなと CS に戻ってきてほしいな。CS はもうちょっとね、ほぼ確定してるから。このリーグ優勝に向けてマーティン選手がいなくなったっていうのは非常にチームとしては痛いところだけどね。チームが今乗っているっていう中で。でも、大丈夫だ、今年は。スシーがいるから。うん、スシーがいるからね。去年はいなかったから。でもね、去年もね、こういうのあったよね、マーティン選手。うん、しかもその試合僕見に行ってるっていうね。西武ドームで一塁ベース上でね、足をつまずいて。まあそっから、結局シーズン終了まで帰ってくることはありませんでした。そっからね、マーティン選手が、まあ、怪我をしてから、チームがどんどん下がっていっちゃったんですよ。でも今年は違いますよね。さすがに。うん、さすがに優勝してくれる。うん、だって寿司もいるし、荻野選手も中村選手も好調だし、問題ない。でも、今年のマーティン選手のホームラン王は、もう絶望的となりましたね。ってなると、寿司。あなたしかいないんです。ホームラン王を取れるのは。まあ、ということでね、レアード選手のホームラン王も期待したいところですが。で、とにかくね、マーティン選手の一日も早い復帰をお祈りしております。まあでも、チームは現在1位ということで、焦ることはないです。焦ってまた怪我が悪化したとかになったらもうシャレにならないんで、しっかり自分のペースでリハビリをして、なるべく早い段階で、帰ってきてほしいなっていう正直な思いですね、僕は。ということで、怪我人出てしまいましたが、まだまだ戦いは続いていきますんで、リーグ優勝に向けてまた再出発ということでね、おそらくレアード選手が、残りの試合ね、4番を張ることになると思います。僕のやれることはもう全力で応援するだけなんで、まあ、少し残念なニュースではありましたがね、応援しましょう、マリーンズファンの皆様。マーティン選手のためにも、監督、コーチ、選手、ファン、一丸となってね、マーティン選手に優勝を届けましょう。ということで、急遽の動画になりましたが、見ていただいた方本当にありがとうございました。また明日からの動画もお楽しみに。さようなら。